言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。スマイルアゲインの話といいますか BE:FIRST の話になりますけれども、先日ですね、音楽の急上昇ランクで4位になるという形でいきなり出てきまして、面白い流れがあったなというのがありましたが、今確かね5位になっているのかなっていう気がしますが、はい、まあいずれにしても上昇していて、でそれがザ・ファーストテイクのスマイルアゲインなんですが、再生回数にもやはり影響されているようで、明らかにそのザ・ファーストテイクの方のスマイルアゲイン再生回数が伸びていたっていう情報が入っております。やっぱだからその急上昇ランクとかね、ランキングに乗るっていうのは大事なことだし、特に MV とかに関しては本当にそうだなっていうところは間違いがないようですね。でですね、今回その急上昇に続いて面白いランキングがありまして、デジタルクリエイターズというところのサイトなんですけど、5月29日付の YouTube ランキング週間動画再生数音楽部門というのがあります。こちらの方で YOASOBI のアイドルのですね、イングリッシュバージョン、こちらが1位を取ってるんですが、週間動画なんで5月22日から29日ということかな、22日から28日のようですね。でこちらで2位が The First Take BE:FIRST Smile Again でございます。215万回再生というところで、3位のユーリスさんのアストロノーツオフィシャルミュージックが134万になっていて、でそこから10位まで続いております。平成ジャンプさんとか椎名林檎さんとかバウンディさんなんかも入っております。まあ YOASOBI のアイドルイングリッシュバージョンは734万っていうとんでもない数字なんですけどね。まあここもやはりYOASOBI アイドルがなければ1位いったなっていうのはありますけど、まあそれは語っても仕方がないことですからね。でね、2位にランクインしたのは The First Take、ボーイズグループの BE:FIRST が出演し楽曲 Smile Again を披露したっていう形と、あと4位にもそのランクイン動画していて The First Take が、そういう形の話があります。まあこういう風にするとね、まあ BE:FIRST の名前も出してくれるし紹介もしていただけるっていうところもありつつで、まあまたこれでちょっと伸びていくといいなっていう風に考えつつの、まあ、YouTube ランキングでございました。スマイルアゲインもね、もうまだまだ、伸びていくんじゃないかなというふうに考えてもいるし、先日出しました自分のビルボード深読みの動画に関しましても、YouTube の再生数がやっぱ未だに結構上位なんですよ。トップ20の方からはもう抜けてしまっているんだけど、実はYouTube の再生回数が、まあ、ざっくり言うとトップ5圏内なんです。しかもだいぶ上の方、ちょっと一応詳しくは言わないことにしておきますけど、だからこういう形で、で The First Take の Smile Again もそのままその Smile Again の楽曲のランキングに反映されていくはずで、で LINE Music のキャンペーンとかも始まってストリーミングも増やしていけば、また20位圏内まで返り咲く可能性があるんじゃないかなっていうところの部分があります。でそれと別個でですね、いくつかのダウンロードサイトですね、こちらの方のですね、いろいろなランキングがありまして、それをちょっと見ていきたいのがあるんですね。でまずMUMOですね、MUMOのマンスリー1ヶ月の時のアルバムダウンロードマンスリーランキングっていうのがあるんですが、これがね5月だと思うんですけど、スマイルアゲインが2位になっております。で1位がドロップザット INI で、3位がマーゼルのビビッドになってて、1位が INI ですが2位がスマイルアゲインで3位がビビッドなんですね。でこれが実はマンスリーで見てるタイミングで2位って書いてあるスマイルアゲインのところが青い矢印で下がってますっていうのが書いてあるんですよ。だからつまり4月は1位だったっていうことになりますね。でこれは他のランキングも見ながらで考えると分かるんですけど、やっぱりこう
ダンス&ボーカルグループあるいはアイドルのそのランキングのそういう推移の仕方っていうところが如実に現れているなっていうところがあるんですけど、ドロップザット INI は5月に出たんですが、あの BE:FIRST のスマイルアゲイン、こちらは実は5月ではなくて4月に出てますよね。4月の24だったような気がしますが、あの4月の26か、うん、失礼しました。なので4月26日から4月30日の4日間の間の部分で、あのアルバムのセールスとして1位を取ったっていうところにはなるわけですよ。爆発力がすげえなっていうところで、ビビットも3位に上がっていて、実際のとこね、やっぱりあのアルバムのダウンロードアルバムなのでデジタルの方のやつですけど、改めてね、すごいですね。あのこのレコチョクとミューモがあって、今ミューモの話、レコチョクは後で話します。ミューモに関してはあのエンハイプンのダークブラッドだったりとか、東方神起のエピタフだったりとか、それからあれですね、 DXT のブランニューデイなんかもありますが、結構もろもろがねあって、これがあのね全部超えて BE:FIRST とマーゼルが2位と3位を取っている。しかも BE:FIRST に関しては4月は1位だったわけ。さらに実はね、16位にスカイハイのザ・デビューが入ってて、これね上がってるんすよね。これミューモのランキング4月見れるかな、ちょっと今見方わかんないんであれなんですけども、でもあった、これだ、うん、見ます、4月の方見ます。4月がスマイルアゲインが1位ですね、間違いない。で JO1 が2位になって、トロピカルナイトが2位という形で、マーゼルはまだ4月は出ておりません。でスカイハイのアルバムが5月の段階で16位だったけれども、4月はいくつだったのかな、4月33位か。だから17位アップしてるな。あ、ザ・デビューもすごいですね。スカイハイのアルバムも非常にすごいですね。はい。っていう形で、ミューモランキングではこうなっております。で、レコチョクの方なんですが、これはあのね、月間の配列をアルバム、あの、音のいい方のアルバムのやつですけど、こちらで、スマイル・アゲインが、これ5月ですね。あの、1位、スマイル・アゲインで、2位がビビットです。だから1位と2位を BE:FIRST マーゼルで固めている形になります。ちなみにレコチョクの方は、シングルランキングなどは YOASOBI のアイドルが1位。で、普通のアルバムに関しては INI のドロップザットが1位。で、あの5位にマーゼルのビビットが入っていて、7位にスマイルアゲイン、BE:FIRST が入ってます。これは普通のアルバムの方です。普通のアルバムの方では、まあそうですね。1位が INI、5位がマーゼル、7位が BE:FIRST。で、ハイレゾアルバム、音質がいい方のアルバムっていうところでは、1位が BE:FIRST、2位がマーゼルになっておりますね。うん。INI はこれは、ハイレゾの方は出していない可能性があるかな。うん。まあ、その辺もろもろ含めて、はい。レコチョクではそのような流れになっております。非常に強いです。はい。っていうことがあったんですけど、でね、これがやはりまた面白い結果があって、で、今、レコチョクとミューモを話しましたが、私がよくダウンロードをしているのが、モーラっていうサイトになるんですけどもね、このモーラの方も、あの、2023年5月と4月の部分があって、5月の方はちょっとランキングの方はだいぶ下の方に行ってしまっているんですね、あの、モーラに関しては。やっぱりこのランキングサイトによって、そのいろいろ差があったりするけど、ただし、2023年4月の方では、アルバムのまとめ買いのところで BE:FIRST のハイレゾアルバムが1位で、普通のアルバムが2位っていう、あの4月に関しては BE:FIRST が1位と2位を取ってるっていうね、っていう形。ちなみに3位が JO1 になりますね。うん、ちなみにあれだな、ちなみにばっかり言ってるな、シングルの方も6位 BE:FIRST っていう形。これがあの4月の話ですね、っていうことなので、もろもろのランキングサイトでいろいろありますけど、ただやっぱりね、あの例えばこのモーラに関しては5月はそのランキング下がっちゃってるんだけど、4月はでかいんですよ。ただ4月26日発売ということでもあり、あの他のそのアルバムまとめ買いのところって4月のランキングだけど、4月の5日とか4月の7日とか、だいたいそのぐらいに出てるんですよね。うん、あスピッツの美しい日でも4月の12日になりますね。これもちゃくちゃ売れてる曲の一つですけども、ただやっぱり BE:FIRST は4月26日に出している。であの26日含めると6、7、8、9、10、5日間であの
4月の部分は1位とか2位をガンガン取っている。で、5月に入ってもモーラは下がってますが、レコチョクとミューモでは上位を取っているっていうことで、やっぱりここの爆発力はすげえなっていうところを改めて感じる部分ではあります。まあ、スマイルアゲインをね、私たちがやはり愛しているからというところはありつつで、非常に自己肯定感を高めてくれる楽曲だなと最近思っていて、まあ、君は綺麗だっていうね、言葉自体が単純なラブソングではなく、そのラブである部分の部分でも自己肯定っていうところ、勉強をしている君は綺麗だ、家の掃除をしている君は綺麗だ、まあ YouTube を撮っているグランパンさんが綺麗かどうか分かりませんが、まあ、綺麗な気持ちでやろうとはしている。そうもできない場合もあるが、そういうこともある。ね、クマも綺麗だっていうね、まあ、ちょっと最近耳がねこうなってるんだけど、はい、関係ない話はしない。まあそういうことになりますね。なんでもろもろスマイルアゲインがまだまだ伸びていく訴状があって、結局のところ1ヶ月経ってもスマイルアゲイン5月でレコチョクとか、それからミューモの方で上位の方にいるわけですよ。だからここはやっぱりすごいことだし、 YouTube ランキングでも2位を取っているし、まだまだ伸びていく素養っていうのが十分にあるわけですね。はい、まあ、こういう形でまたこれでね、モチベーションも上がっていきますし、スマイルアゲインとかで MV 見たりとかストリーミングしたりっていうのがいい感じにできるんじゃないかなっていうふうにね思いますね。で、私なんかは強火やプチ強火で動きやすい人間ですけど、皆さんの中でも朝に1回スマイルアゲインの MV 聞くとか、夕方にちょっと聞くとか、寝る前にストリーミング1回やるとか、皆さんのペースで大丈夫なんで、本当に1日1回でもね聞くっていうだけでそれで全然いいと思うし、だって多分1人がいくら1日中聞いていたとしても、結局のところ1000回とか聞けないと思うんですけど、それ1000人が1日聞くだけでね、それいけますからね、っていう形のところもあるんで、はい、っていうことでね、もろもろ語ってまいりましたが、まあ、とにかくまだまだスマイルアゲンいけるんじゃないかと、まあ、急上昇に続き2位の快挙を YouTube ランキングで、でダウンロードサイトで1位とか、まだまだっていうところ、あとマーゼルの話もそうだし、スカイハイのザ・デビューも上がっているっていうところで、 BMSG さすがだなと思いました。はい、では私はいろんな動画を撮っておりますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が手に入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく街角の語り部グランパンパースでした。